皆さんこんばんは。本当に今日はですね、足元の悪いところで来ていただいて誠にありがとうございます。今日はですね、外ではちょっともみじが見えないですが、ちょっと私の衣装はちょっともみじのイメージをしてこれを着てきました。宝来寺山の美しいもみじを想像しながら私の音楽をぜひ聴いていただきたいです。一番最初に送りたい曲は中国琵琶を代表する一曲、名曲なんです。この曲の名前は、彝族舞曲という、中国の雲南省に住んでいる彝族、という少数民族がいて、毎年本当にこの頃になった時に松明を持って、で山の中で広場のところに集めてきて、でみんな一緒にダンスをしたり歌ったりとかしています。この中に中国琵琶のいろんな複雑なテクニックが入ってますので、ぜひですね、皆さんはその手元を見ながらこのメロディを想像していただきたいです。どうぞ彝族舞曲を聴いてください。